わかります。僕の。グリコ。キャンディーのプラットパーク第8回始まりました。ね、最近のネタ？そう、すごい。あの、ヤイズ TV が全力プッシュしているゆるキャラのコギラッタくんが、あの、テレビに出てからどんどんね順位を上げ続けて、あ、ゆるキャラグランプリの順位が上がり続けてですね、ヤイズ TV で歌とダンスを考えてしまって、ちょっと今ねカメラの向こうで女性陣が本気で踊ってる、本気で踊ってるっていう私ね、波とコグしか覚えてないんだけど、はいはいはい、視界にある限り私まともに喋れない気がするはい、ということでコギラッタよろしくお願いします。お待たせしました。いいえ、とんでもないです。今日のゲストはデンドロパークの店長、はい、太田明さんです。よろしくお願いします。拍手できないね。拍手できないです誰も拍手してくれないね、この子はい、ということでデンドロパークは、ちょっと待って、その前にね、はい、あの、私個性心理学やってるので、はい、明さん、キラ君っていつも呼んでますけど、はい、の個性診断的キャラクターをちらっと紹介してみます。わかりました。お願いします。はい。無邪気な羊ですね。無邪気？舌出せますね。匂い嗅いでます。まずこっち行った方がいいかもね。こっち行こう。こっち行こう。キャラは後でいい。うん、このまずデンドロパークはどんなお店ですか？はい、つい、2週間くらい前ですかね、うん、改装が入りまして、もともと爬虫類ショップですけれども、爬虫類、新たに爬虫類カフェという形で、見ての通り爬虫類、そうですね、爬虫類ですね、はい、爬虫類カフェになりました。登場させていただきましたね。え、私触れるよラジさんまあこういったね、ヘビとか、はい、トカゲとか、ヘビトカゲ、まあ、販売しつつ、うん、まあ、そのお店の方でコーヒーや軽食をいただけるという、はい、そういうお店。いいじゃない、はい、つい最近に本当に改装が入って、うん、綺麗に、はい、お店をさせていただいて、爬虫屋さんって何、ホームセンターで爬虫類置いてあるでしょぐらいしか、そうですね、一般の人は見たことないだろうね、きっとね、普通の人で、普通の人普通の人やっぱりこういうね、世間一般だとこうちょっと嫌われやすい生き物なので、そう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 、ちょっとね、こう足が遠のいちゃうような、すごくコアなそうですね、風に思われるけど、これね、改装したお店、綺麗でしょ、はい、カウンターと、ね、中にボックス席がありまして、これ爬虫類カフェですよ。カフェですね。ここで、ここはさあどこにあるでしょう。ちょうどいい質問もらったね。あ、これ名古屋ですね。あ、はい、これ名古屋ありました。ないかも。はい、どこでしょう。はい、場所はですね、手越原ですね。手越原にあるか、はい、実はあるのよ。そうですね。手越原って、はい、国道1号線沿いに なるんですけど、本当に渡ったあたりですね。渡って、そうですね、ちょっと行ったあたりですね。メイクがある通りです、はい、ラウンドワンの近く。そうですね、はい、ラウンドワン側側ではないですね。本当に国一の通り沿いなので、国道1号通り沿いなので、道側はもう完全にメイクの方、メイクの方です、メイクの方です。知らないっけ、見てみよう。行こう、カンタ行こう。え、あの、今までね、看板もついてなかったんですよ、実は。ちょっと、あの、映像撮りに行こう。行こう、行こう、行こうようやく今看板もついたので分かりやすいと思います。はい、このロゴの看板が今、そうそうそう、はい、通り沿いが見え、ちゃんと見えるようになるので、今ね、ちょうど前かぶっちゃった。爬虫類カフェで何すんの？すいません。爬虫と戯れたり、爬虫、ね、について語ったり、もうね、お客さんとお客さんがね、コア同士だから、ね、なかなか深すぎて私もついていけないんですけど進行を深めていく。あ、どうぞどうぞ、青木さん、こっちこっちこっち、ぜひぜ、顔映んないと。触ってる、触ってるね。どうですか、意外とサラサラしてたり。どうぞこっち触りに来て。やわらかい、やわらかい、そうですね、おとなしい子なので。ごめんね、ちょっと大丈夫ですよ、あっこちゃん。意外と大丈夫でしょ。意外と繰り返して触っちゃうんですよね。あ、そうそうそう。あの蛇の皮の質感がする。だって蛇の皮の。そうですね。いわゆる蛇側の、あの、こう生きてる状態ですから。生きてる蛇側です。はい。
だってヘビ革製品は触れるでしょ。触らないあんまり私もヘビ革になっちゃうと触りたくないかまいそうで。皮落ちててもよくあの道端に皮が落ちてるじゃない。皮ね、くるくるね、うん、あれもちょっともうちょっと無理、ちょっと無理。すごいお腹、お腹そう見えますか、お腹。お腹意外と見る機会ないです。ないよ。そう、チェーンソーアート、旦那のチェーンソーアート仲間で竜を掘るっていう人がね、鱗の質感がって言った時にうちのヘビのお腹をアップで撮って、これ、しゃべりました。これが本当の蛇腹ですよ。蛇腹ってこっから来てんの。これが蛇腹です。いやもういいちょっと違うよなんかね、でずっともうこれだけで盛り上がっちゃうね。この一匹だけで、ね、なぜ私がキラ君とデンドロパークとお友達かというと、うちにいるからよね。そうですね、爬虫類つながりで ね大きさで言ったら一番大きい子はこのぐらいあるだろうね、ビビタン。そうですね、ビビタンね、だいぶでかくなって、うん、そう太さで言ったら、そうね、一緒ぐらい、うん、こんぐらいあるある。イエローテールクリボーのビビティ君がうちにいるんですけど、この子は種類は？この子はセントラルパイソン、ね、セントラルパイソン、はい、オーストラリアのニシキヘビ。パイソン顔してますね。してますね。ぜひアップで、そうですね、アップでいきたいな。アップでいきますか。アップで。じゃあここから2つってありえないよね、2人して、ね、なかなかね2人ともフェードアウトした。旦那さんちょっとこの子はあのアップで写したい。渡していい、旦那に。どうぞどうぞ。じゃあ代わりに他の子を連れてきてもらって、この子はちょっと旦那持てる？持てますよ。おいで。じゃあここに置いちゃって。はい。この子ね、あ、これ、あ、違う、この子を連れてってくれればいい。あとでいい。ここに。逃げたりしない。逃げたりは、逃げたり、よっぽど、そうですね、手を離せ、手を離せば逃げますね。重いですよ。この大きさだったらまだ猫は大丈夫ですかね。この子はメスですけど、ちょっと小さい方なので。あの画面の左上のカメラに今からありがとうございます。セントラルパイソン君がアップで、あ、映ったね。これパイソン顔ですね。ピット期間だっけ。ピット期間ありますね。覚えてた。熱をこう感知するピット。いいこの絵ピット期間は熱を感知する。そうです ね熱を感知して獲物をこう、獲物の行動を見るという、あの素晴らしい。あ、いいですね。ピット期間見えますね。すごいポージングうまいじゃない。セントラルパイソン、ちょっと俳優じゃないや、なんだっけ、出れるよね、契約できる ね、この人 ね。ペットの動物、うん、なんでしたっけ。ね、映っちゃうよ。あの某テレビ番組で藤原紀香さんが、はいはい、大蛇と写真を撮りたいのコーナーね。そう、あ、うまいね、この子、偉い。あれもね、いっぱいヘビ出てましたよね。出てましたね。ゴールデンパイソンとかね。はい、そう。あっちの話聞いてちゃダメ、私たち。はい。あ、待ってました。で、こっちの子が？はい。こちらがですね、今度、アフリカのパイソンですね。はい。ボールパイソンって日本では言います。あ、ボールパイソンすごいメジャーで。はい。柄と色がそうですね、すごく多いですね。モルフって言われるんですけど、うん、柄が変わったり色が変わったりという、うん、今回はあのよりその中でも当店の中でよりインパクトのある生態を2匹連れてまいりました。出ますか、この人。出ますよ。じゃあまずね、この上の黄色い子からいきますか、はい、あ、ごめんなさい、つけちゃう。話が飛んでもうヘビの話だけど終わっちゃうんじゃないか。ちょっとね、まだちっちゃいですけどね。かわいいね。はい、色とね、顔の見たら多分女性の方がねきっと喜ばれるんじゃないかなという。それ今なんでのりかさんを出したかっていうと、普段のりかさんはヘビの写真を撮るときに真っ黒い服に着替えたんですよ。ちょっと意識してみた。ちょっと意識してみたヘビを際立たせるための衣装でございます、今日。かわいいのがいるじゃん、そこに。でしょ、かわいいのは。今日のゲストは店長ですけど、はい、めっちゃかわいいじゃん。映る映る、こっち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 、こ
この子ボールパイソンです。ボールパイソンですね。赤く染めちゃってごめんね。さっきもその話が出てたの。ね、ボールパイソンやっぱ人気ですよね。やはり人気は高いですね。持ちやすいし。そうですね。やっぱ持っててもこうおとなしく。そう。このご覧の通りおとなしく。そう。手の上で。ボールパイソンってもうこうしてればずっとこの上でボールになっててくれるんで。やっぱ初めて持つ人に持つ。うん、持つ。ね、人にはやっぱそうですね、一番おすすめではないすすで、よりこう繁殖も進んでいるので、うん、飼育も非常にしやすいという、これは当店が一応力を入れている商品で、ね、ボールパイソンおすすめです。ボールパイソンです。かわいいね。ボールパイソンもパイソン顔ですね。パイソン顔です、はい、よりこう顔がねつるっと丸っこくて、うん、顔がねよく犬っぽいってよくね言われますけど、すごい綺麗。大きくなってもね、顔がこのままなので。あの子帰ってくるかも。帰ってくるの。帰ってきましたね、セントライダー。はい、はい。この子もアップにしよう。ボールパイソン。その子 しまう、はい、バナナちゃんですね。その子しまわないと無理じゃない。え、あ、2匹持っていきますよ、うちの旦那。カメラの。いいよ、あのこの子受け取る。あ、そう。重くないの？ま、結構重量感ありますよ、そうですね、この大きさになると。よく首に巻けるね。まあ大丈夫ですよ、これぐらいだったら。で、あの首に巻いた時に安定したくて捕まりたがるんですよ。それでちょっと首締まる時もある。ちょっとね、シュシュ言ったね。疲れちゃった？疲れかな。はい、ボールパイソンがあっちのカメラに、はい、こちらが、はい、あっちのカメラ行きました。ヒゲ、はい、今ヒゲのない旦那がね。今だけね。これボールパイソン、バナナという品種ですね。バナナっていう、バナナという名前の品種ですね。品種なんだ。はい、品種、まあ、色の名前じゃなくて、ね、色と柄がこういう風に出るタイプのこ とモル、はい、とバナナ、モルフと言いますね。モルフのバナナというモルフのボールパイソンですね。うん、かわいいね。かわいいと思ってる人が視聴者の中で何人いるかっていう。そうですね、まあ、好きっていう前提がないとちょっと難しいね。そう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 、業界ではありますけれども。そう、うちも、はい、まあ、うちそうヘビが3匹とトカゲと、ね、オオトカゲとカメレオンがいるわけなんですけど、はい、写真あげると写真触るのもちょっとっていう人がやっぱいるから。まあまあそこはね、まあもう少しねこう犬猫のように普及していけたらなね思いますね。ね、全然害ないし、まあだいぶね、こうだいぶ巻いてるけどね。ちょうどいい。大丈夫だよ。ちょうどこうなんかね、落ち着いたかな。ね。かな、うん、ちょうどいいね。うん。ジャスミンティー。あ、あ。ありがとうございます。こちらはどちらのジャスミンティーですか。台湾。コンケイさん。コンケイさんのお土産。お、東京クレイジーかわいいっていうね、イベントがね。あら。台湾であって、先ほどいらっしゃったヘビの財布持ってたコンケイさんが行ってきたんですよ。出店してきたんですよ。そうなんですね。柔らかいね、柔らかいです。すごい触り心地が。うん。いい香り。おいしい、いい香り。お前は飲めないぞ。はい。はい。時間あるかな？もう一匹行こうか。もう一匹行きますか？でもね、もう3分の2過ぎそうだけど、ね。すごいね。ね？うん。思ったよりなんかこう。そう。これはお店の宣伝になってるんだろう、ね。なってるのかな？もう一匹ね、ボールパイソン、同じボールパイソンですけど、連れてまいりました。こちらは多分男の人が結構好きなんじゃないかなっていう。かっこいいですね。蛇を際立たせる、はい、ね、なんかツヤのないチョコレート色ね。チョコレート色、うん、そうですね、ちょっとシルバーっぽいような、ね、うん、はい、この GHI レッサー、ね、GHI レッサーという、これもモルフですね。モルフですね、はい、品種ですね。割と新しく出てきた、シュ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 言ってます、ね。二重に巻きそうですよね。あのね、背もたれにね、あ、背もたれに落ち着いてるのね。落ち着いたのね。そう、これ後でページにアップしようか。こんな風に落ち着いてますよって。首巻いてさ、街歩いていいの？さすがにまずいですね。まあ、捕まるわけじゃない。捕まるわけじゃないけど、多分、ね、すごくキーな目で見られるもんね。通報されちゃう、ね。あと通報される可能性は十分ありますね。まあ、あの通行人のかなり妨害してるよね、うん、この子もアップで、この子もアップで、じゃあちょっとアップで、はい、失礼します。
でアップしてる間にお話しようかな、はい、ということで、はい、今まで何を買いましたか。そうですね、僕の場合はまずヘビから入ったので、ねちょっとね、まずヘビから、いくつの時、ま、僕がでもヘビを飼い始めたのは割と最近で、うん、はい、ちょうどそうですね4年くらい前からですね、うん、ヘビの前は、ヘビの前はあのハムスターとかインコとか、そうですね、あとは、まあ、あとは昆虫ですね、うん、虫からもともと入ってたので、虫、虫がね聞いてるよ、ね、うん、キャンディー苦手ですからね、うん、うん、虫はね、そう、足が6本ある時点でアウトこんなにもヘビは触れるけれど足はダメ、そう、足が多いものは無理、4本まで、4本まで、5本から無理、5本5本、仮に5本のものがいたら、アウト、アウト、うん、4本までね、そう、はい、でヘビを4年前に飼い始めて、そうですね、飼い始めてから、まあ、やはりこうヘビの飼育っていうのはそんなに手間がかからないのであっという間に増えまして、ね、かかんないよね、かかんないですね、1匹あたりに、ね、かける時間なんで、ちょっとこっち向いてもらったらね、ちょっとこっち向いたらね、映るんだよはい、ちょっとね、落ち着いてますね、背もたれて、うん、あっという間に増え、あっという間に増えて40匹ぐらい、40、そう、ヘビ飼う人ってそんなスペースいらないから、そうですね、すごいいっぱい飼うよね、普通にこうお勤めをしながら飼育してる方でも、うん、50、60とかヘビだけで飼ってる方は多いですね。大変じゃないですか。それがね、そうでもないんですよ、管理は、ね、餌毎日じゃないんですよ、爬虫類って知ってました？そうですね、1週間に1回ぐらい、このぐらい大きくなると一月に1遍ぐらいっていう、うん、ね、楽でしょ。もうマフラーになっちゃった。そうそうそう。これさっき、ね、あ、そうです。僕に巻いてた。だからね、そう、世話が楽なんです、非常に。でね、あのガラスのケージの中に鍵をかけて飼っていて、うん、でペットシーツとか引いといて、汚れたらペッ、ね、交換しちゃう。排泄したらそれを取り替える。この番組もそのまま続けてやってもらおうか。え？はい、あ、今日はゲストいないもん、あ、そうなんですか、今日はゲストいないです、あ、じゃあ僕の話なんで、そうかそうか、それがメインですからね、いや、メインじゃないですか、で見てる人には全然伝わらないっていうねそう、今はどんなもの買ってますか。僕は今、リクガメと、うん、フトアゴヒゲトカゲというトカゲが大人気ね。そうですね、まあ比較的に大きくなる種類ではあるので、うん、といってもまあ尻尾まで入れて60センチぐらいなので、まあこのぐらいですね。うちのトカゲがさ、すっごい脱力系で、うん、抱っこしてもズルズルズルって言っちゃうわけね。フトアゴって割と捕まってくれるじゃない、ヒシッとこう捕まってるの、あれかわいい。そうですね、そして動かない、動かないですね。そう、レプタイルズショーっていうね、爬虫類のイベント、はい、大きいイベントが静岡にありますけど、はい、ツインメッセージね、毎年、そう、毎年夏と、で、今年から冬も、今年から冬も、はい、冬もやる、冬レプも、冬レプもあるという、そう、ね、2回になりましたけど、その時とかさ、フトアゴペッてつけてきてる人とかいるから、イベントは、はい、連れてきてる方多いですね。いいよね、さすがにヘビ連れてくる方はなかなかいないですけど、なんかね、あのイベントの中にヘビいすぎるから、そうですね、連れてこなくてもいいかな、分かんなくなっちゃいますからね、うん、でもその爬虫類の、レプタイルズショーでは猛禽類もね、猛禽類も多いですね、時々フラミン、はい、フラミンゴいないか、フラミンゴ一回見たことありますね、ね、とか猿とかね、猿とかちょっと幅広い動物が来てますね。最近はね、猛獣を連れてくるところもね、猛獣ですね、猛獣ですね、カラカルとか、ね、そうですね、はい、おー、マフラーかっこいいって感じで、おー、コメントいただきました、ちょっと待ってコメントに出すね、うん、お、ヘビマフラーかっこいい、 ありがとうございます。なんじゃこれ、ホズホニ、ホズホニさん、ありがとうございます、ありがとうございます。これね、完全にね、マフラーちょっとなんか、そう、今移動だいぶロング、ね、結構 ね、お家では戯れれるんですよ、ヘビさんと。そうですね、で、泣かないですね、毛がない、毛がない、あ、なんだっけ、多分、世話楽、世話楽、そう、ね、そう、散歩ない、この姿見てますかね、画面の外でこれもうちょこちょっとでいいね、あー、伸びてるね、はい、本当に飼いやすいんですよ、ただまあ温度ですかね、一番気をつけるのは、そうですね、温度だけはやっぱり気をつけていただかないと、うん、どうしても寒いのは苦手なので、薄くて暖かくしてあげないといけないので、自分で体温作れないので、なので夏場も
触るとひんやりしてます。そう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 。あのなんかマフラーだけどすごく冷たい。マイクロソフト。夏にはね最高な。最高な。ね。Introducing Surface Pro 3。これさえあれば。ですね。何もいらない。そんなベンドロパークさんがよ。はい、戻しましょうかね。名古屋店がオープンしたそうで、はい、あ、まだですね、名古屋店する これからなんですけれども、うん、はい、10月、来月ですね、10月の4日に、あ、持ってて大丈夫です、うん、10月の4日に名古屋店がオープンするということで、持ったまま操作するとね、はい、これね、そうですね、こちら、名古屋店の、はい、ネクタイルズショップ in 名古屋ということで、はい、デンドロパークと、リトルアースという、カメレオンを専門に扱うショップさんと一緒に、作ったお店を、まあ、デンドロパークの2号店というかね、姉妹店というかなんというか、はい、支店ということで名古屋にオープンさせていただきます。こちらが10月来月の4日オープンですね。はい、もうすぐです、はい、内装の写真はまだちょっとアップされてないんですけれども、うん、内装もかなり綺麗に、おしゃれに、あ、そうなんですね、残念ながらカフェスペースを作るまでの余裕はちょっとなかった、うん、残念ながらちょっとそこまでこう大きい店舗ではないので、はい、これ何カメレオン、こちら隣パンサーですね、パンサーカメレオンですね、色が綺麗な、はい、パンサー綺麗ですね、あ、で、あ、そう、場所先を、はい、場所ですね名古屋店場所は港区のオウスですね、さっぱりわかんない、はい、どこですか、オウスですね、オウスという、はい、オウスですね、へぇ、はい、へぇ、はい、それで今パンサーカメレオンで思い出したけど、はい、そうですね、つい最近の入荷が、はい、ね、名古屋店にもおりますし静岡本店にもおりますが、見てこのちっちゃいの、何それ、これカメレオンの赤ちゃんです、かわいいでしょ、大きくなっちゃうけど、はい、ある程度20センチぐらいですね色変わる、ね、色、これはそこまで大きく変わることはないですね、先ほどご紹介したパンサーカメレオンの方が劇的に変化しますけど、これはエゴシさん、これはディレピスカメレオンです、ディレピスカメレオン、 D ですね、 ディレピスカメレオンですね、はい、アフリカのカメレオンです、あっちで写真撮ってます、あっちも写真、あっちで撮ってるけど青木さんも撮ってもらうあ、俺撮るの、そう、あとでね、フェイスブック上げるときに写真がないと困っちゃう、フェイスブックがね、全然動かないもんね、あ、いい、私が上げるからはい、いくよ、はい、はい、で全然時間見てなかった、あと4分しかない、あら、だいぶあれですね、だいぶ喋ったし、だいぶ喋ったしって全然羊の話しなかったけど、ね、しなかったですね、うん、今日は蛇の話、蛇の話終始爬虫類の話、終始爬虫類、そう、羊とか蛇とか言ってるとなんか干支と間違えられるんですけど、干支いますからね、うん、でもペガサスは干支にいないからね、ペガサスはいないですね、うん、馬だったらいいんじゃないですか、ダメ、馬飛ばなきゃ意味がないそう古典心理学は干支とは違います、羊さんはね保守的かな、はい、ですかね、ですかね、でちょっとネガティブかな、ちょっとありますかね、ね、うん、うん、あと本当の自分を見せるまでにちょっと時間がかかる、ちょっと時間かかってるかな、かかってるかな、でも接客業やってきてるからそこのとこは結構リハビリできてるかもしれない、うん、うん、あとすごい気遣いで尽くし屋さんなので、あ、ね、それはそうですね、うん、あるかもしれないですね、どうした、ねねねそうなのでちょっとストレスをためがちなんですよ、羊さん、うん、そしてもう聞いてもらうことで発散するので、そうですね、比較的こう話するのは好きですね、うん、うんうんうん、お話し相手にぜひそうですね、ちょうどカフェスペースができたことですので、はい、ね、本当に詳しいから、いろんなもう爬虫類にとどまらず虫もね、そうですね、虫も今ハート飼ってるでしょ、デンドロとは、デンドロとはですね、デンドロっていうのはあのヤドクガエルの学名から、ほほ、はい、デンドロっていう、はい、学名の名前がある、ヤドクガエルという小さなカエルですけど、うん、がから取らせていただ、はい、カエルは今残念ながらあのヤドクはいないんですけども、あの日本のモリアオガエルというカエルが、うん、はい、店舗にはおります。うんうんうん、やっぱ本店とか支店もいっぱいあるんですよ。
これ今度できる名古屋店が次、はい、できましてですね、はい、てかね、爬虫類すごい結構回転早いよね。そうですね、みんなね、爬虫類飼ってる人周りにいないと思ってるでしょ。意外といるんですね。意外といるんですね。だいぶ増えてきてますからね。そうで、こうやって個人のお店だと、個人お店で知り合った爬虫類飼ってる仲間が結構話が深くなっていくので。そうですね、ね、こうカフェスペースあるし、ゆっくりこうね、情報交換とかされてもいいですし、あとは、あのね、繁殖を考える方なんかは、繁殖をしてる方なんかもいらっしゃるので、一緒にこう会話をして、どんな風にしたらいいのかなっていうアドバイスができたりとか、そういう場にもなりますし、私たちも飼うつもりは全くなくて、うん、そうですね、ちょっと様子見に行こうってなったらもう惚れてしまったので、見に行ってみてください、ぜひね。お茶しに行くだけでも OK、 OK ですね、はい、もちろんですよね。大丈夫ですよ、うん、もうほんとずーっと喋っちゃった全然大丈夫でしょ、喋ってなきゃ問題だもんね。うん、問題ないです、うん、もうね、そろそろ時間ですよね。そうですね、時間はね次のゲスト、次のゲストさんがね、ごめんねうん、そんな感じで、そんな感じですね。もう話し残したことはないですか。大丈夫ですかね、はいバナナです、バナナちゃん、バナナです、はい。最後にちょっと一つだけ、はい、ありまして、デドロパーク静岡本店の方ですが、うん、いらっしゃったことのある方は、あの営業時間などがね、ちょっと忘れてた、はい、いえいえ、大丈夫、あのね、分かってる方も多分多いんですけれども、今までは1時からオープンだったんですけど、1時から8時までですね、オープンさせていただいてたんですけれども、僕にちょっと変わりまして、営業時間も変わらせていただいて、ちょっとオープンが遅くなりまして、3時からですね、15時オープンの、22時、10時までですね、午後10時までの営業ということで、はい、3時から10時、3時から10時ですね、はい、ね、にちょっと変わりますので、はい、はい、要注意で、要注意で、変わります、はい、変わります、変わりました、変わりました、ました、そうですね、はい、はい、3時です、3時からです、はい、まあね、夕方ちょっとプラッと遊びに行こうかなとかね、そうですね、そうするとつい閉店まで行っちゃうんだけどね、つい閉店まで、はい、いらっしゃっても盛り上がっちゃうからね、大丈夫です、はい、見てこの熱い視線すごい見てるね、どうした、めっちゃ見てますね、すごい見てるね、キラ君がいいんだね、立派なピット期間だということで、はい、お待たせしました、お待たせしました、お時間ですね、はい、お時間です、あれ、はい、私何も話せないけど、これ、これ青木さんから来ました、うん、次の番組のゲスト、次の番組はコンケイさんのワロハっていいとも、ゲストはしげちゃん関係の皆様、乱入する予定だと思う、青木さんが、青木さんがこう振ってくれたから、さあ時間過ぎてますので、はい、すいません、ちょっとこれもマイク、フライパッドの上でお茶運ぶって怖いかな、大丈夫かな、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ボール持ってくよ俺、うん、首巻いたまま行くっていうね、いや、OK、すいません、時間オーバーしまして、すいません。